こんにちは、ヒデです。先日購入したね、この iPad Air 13インチモデル。早速ね、仕事の出張で飛行機に乗る機会があったんで、前回で言っていたように、この ESR のカバーと折りたたみキーボードを持って行って使ってきました。しかしね、いろいろ問題があったんでね、ちょっと自分の環境ではこの折りたたみキーボードは合ってないかなと思いました。というわけでね、早速出鼻をくじかれた iPad Air 13インチのキーボード選び。ここは一度ね、自分の目的と各種キーボードの利点、欠点を検証して、自分に一番合うキーボードを選定していきたいと思います。まずはね、iPad で使うことを想定されているキーボードの種類から、iPad の代表的なキーボードといえばもちろん純正キーボード。今回の iPad Air と Pro はマジックキーボード一択なのですが、今までのね、iPad にはね、いくつかのね、種類がありましたが、まあ、今回はね、ないんでね、省略します。これはね、いわゆるノートパソコンスタイルというか、カバーを開くと角度が固定されて自立する、非常に便利なキーボードですね。まあ、こんな感じでね、折れ曲がることによって、画面を手前に寄せることで、まあ、重量配分もね、良さそうなんで、まあ、使い勝手は最高です。まあ、Amazon にはね、中華製のマジックキーボードもどきみたいなのがたくさんあるんですけども、大体はね、Bluetooth 接続になってしまいます。純正はね、ここのね、キーボードの端子に接続して使うんでね、電源はいらないんですけどね。まあ、これがね、大きなメリットになってますね。ここまでね、完璧ですが、欠点が2つほど。一つは重さ。公式サイトはね、なぜかね、重量が載ってないんですが、まあ、いろんな YouTuber さんの動画とかを見てみると、まあ、先代より数グラム違いらしいんですけども、まあ、今体と合わせて1キロ超えの重量級となってしまいます。それと、もう一つはもちろん価格。13インチ用でね、59,800円って高すぎるでしょう。キーボード代だけでね、無印 iPad が買えてしまう勢いなんでね。続いての2つ目の候補が、このロジクールのコンボタッチ。Apple Store でね、オプション設定されているキーボードでもあります。これはね、今まで使っていた iPad Air 4で、まあずっと使ってたんでね、良い点も悪い点も大体分かってる感じですね。このね、本体をカバーするカバーに、このキックスタンドが内蔵されていて、マグネットに脱着されるキーボードが特徴ですね。まあ、ぶっちゃけ言うと iPad をSurface Pro っぽくするような感じですね。キーボードを外して、キックスタンドだけでも自立できますし、まあこういう感じで寝かしたりとかでもできますし、まあ使い勝手はね、かなりいいですね。今回もね、これを買おうかなと思ってたんですが、2点買わなかった理由があります。まあ一つはね、使い勝手の面の問題なんで、後で触れるとして、もう一つは価格。iPad Air 4用はね、2万円ほどで買えたんで、まあマジックキーボードよりは安価で買いやすかったんですが、今回の Air 13インチ用はなんと、驚きの39,800円。もうそれはね、もうマジックキーボードの値段なんよ。まあね、マジックキーボードで安いのは安いんですけども、タブレットのキーボードとしては十分高い。まあこのね、ロジクールのワイヤレスメカニカルキーボード。まあこれがね、余裕で買える値段で、まあこのキーボードはないわーってことで、今回は今のところ保留にしています。まあね、マジックキーボードと同じで、このキーボード端子接続で使えるっていうのはいいとこなんですけどね。まあ、コンボタッチもどきみたいなのも Amazon でたくさん売ってますが、まあ大体 Bluetooth 接続なんで、まあ、今回は候補から外しておきます。続いての候補はね、カバーとは別に単体でキーボードを用意する。まあ、これはね、荷物が増えるし、まあ、基本 Bluetooth 接続になるんで、まあ、充電は必要だわ。遅延やスリープなどの復帰のタイムラグなんかね、いろいろ問題ありますが、まあ一番言えるのは自由度が高いことですね。まあ荷物を気にしなければ、こういうね、メカニカルキーボードのミニ盤を持ち歩いて、複数端末で使い分けたりとかもできるんで、まあ文字入力の環境としては一番恵まれているかもしれません。まあ最大の欠点は荷物が増えること。普段このね、キーボードとか持ち歩いてない時に、いざっていう時に使えないんでね、そうだ、文字入力をしようと思った時に使えないっていうのが欠点ですね。まああとはね、バッテリーが別になるんで、まあ、充電忘れたらまあ使えなかったりしますしね。まあキーボードもね、こういう普通のものの、ここまでの小型なやつから、今使ってるね、こういう折りたたみのキーボードもあるんで、外付けキーボードはこの打錠のものと折りたたみの2パターンで考えていきたいと思います。というわけでね、今回はこの4つのパターンで自分の使用環境にはどう合っているかを考察していきたいと思います。というわけでね、私が iPad を使って文字入力をするシチュエーションですが、まず大前提として、パソコンがある環境であれば iPad では入力しないということですね。どういうことかというと、文字入力のしやすいパソコンの目の前に座ってるのに、わざわざ iPad で物書きはしないっていうのがね、基本でね。会議や出先の打ち合わせなどでパソコンがない環境で使うことが想定されます。もちろんね、そういう時はね、しっかりとした机の上で使われると思うんで、正直どれを使ってもいいと思います。マジックキーボードでどうやるもよし、入力しやすさを重視して、この単体キーボードで使うもよし、私だったらね、入力のしやすさを重視して、このスリムなメカニカルキーボード、MX メカニカルのミニ版とかを選ぶかと思います。サードパーティーからね、その MX メカニカルとか、MX キーズミニとかのキャリングケースとかも出てるんで、ありといえばありだと思います。検証が必要なのは次以降のシチュエーション。移動時の使用。基本私は車通勤なんでね、普段の通勤では使いませんが、出張に行く時とか、移動時に暇なんで、YouTube の台本書いたりとか、出張帰りとかにレポートを使ったりとか、ネットサーフィンをしたりとかするんですけども、ここでね、移動手段として5つのパターンを考えています。1、車移動で休憩時などシートに座った状態で使う。2、電車、普通のね、ロングシートで膝の上で使う。3、電車で新幹線や特急など前の席のテーブルの上で使う。4、飛行機で離陸直後、着陸直前など膝の上で使う。5、飛行機で上空安定時に前席のシートバックのテーブルを使う。これぐらいのパターンが考えられますね。それぞれのね、キーボードのメリット、デメリットを考えてみたいと思います。まずはね、車の中で膝の上で使うパターン。これはね、2番のロングシートと状況が似てるんで、ここでは考察は1番と2番まとめてしたいと思います。マジックキーボードはもう完璧ですね。膝の上で安定してタイピングできると思います。持ってないんで想像ですが、構造上は安定してくれそうですよね。問題は値段だけです。続いてね、このキックスタンドのコンボタッチ。これはね、マジックキーボードほど安定はしませんが、まずまずは使えると思います。というのもね、このコンボタッチは、このキックスタンドで立っているんで、こんな感じで。結構ね、奥行きが必要なんですよね。この膝の上に乗せると、足の長さはね、人それぞれなんで、人にもよると思いますが、私の場合はね、キックスタンドが膝小僧のところギリギリに来るんで、ちょっと気持ち手前に寄せて使うことになるんで、ちょっと打ちにくいんですよね。コンボタッチを今回買わなかった理由はこれですよね。これは11インチ用ですけど、13インチになるとキーボードがもっとでかくなるんで、ちょっと打ちにくいかなと思って、今回はコンボタッチに飛びつくのはやめました。使えないことはないけど、ちょっと使いにくいと思うんですね。続いて、外付けキーボード。コンパクトなミニキーボードですが、キーボードの大きさや、iPad のスタンドをどうするかにもよりますが、大体の iPad ケースはね、こういう感じで三角形にして、マグネットで折りたたんで立てるものになると思いますが、膝の上だとちょっと怖いですよね。iPad だけこけて、足の下に落ちていく未来が見えますね。安定性の高いカバーなどを使えばいいんかなと思いますけども、打ち心地を重視して MX メカニカルとかなんかにした時はちょっと手狭になるんで、小型のキーボードにする方がいいかもしれないですね。そして最後にこの折りたたみキーボード。これ曲がる。打てましーん。この間の出張でね、飛行機に持って行った時にこの状況になりました。とりあえずね、雑誌を膝に引くことで、対処できましたが、これはね、スマートとは言えませんね。これは車、ロングシート、飛行機の離着陸時、どれにも言えることになりますね。しっかりとね、対策をすれば使えますが、ちょっと面倒なので、おすすめはできなさそうですね。続いて、新幹線や特急など、前の席のテーブルで使うパターン。マジックキーボード。これも完璧ですね。しっかりとテーブルの上に自立します。問題はやはり価格。続いてコンボタッチ。意外や意外ね、乗る電車や席がグリーンかどうかにもよると思いますが、キックスタンドが場所を取った分、キーボードが前に出てくるんで、テーブルに乗り切らないことが多いんですよね。新幹線なんかで使う時も、大体雑誌を膝の上に引いて、コンボタッチを使っていたんで、ここもね、やっぱりマイナスポイントですよね。コンボタッチはキーボードを取り外せるのが特徴ですが、取り外したキーボードは、このキーボードの接点から離れてしまっているんで、これはキーボードではなく、ただの外した蓋になってしまうので、この点に限ってはね、コンボタッチもどきの Bluetooth 接続のキーボードであれば、本体はキックスタンドでテーブルの上に立てて、キーボードは膝の上になんてゲートもできるんですけどもね。続いて、外付きキーボード。意外とここではね、快適にキー入力ができると思います。iPad 自身はスタンドでテーブルの上に立てて、キーボードは膝の上、自然に入力ができるかと思います。これはね、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。続いて、折りたたみキーボード。本体はスタンドでテーブルの上に立てて、キーボードは膝の上。打てましーん!でもね、コンパクトなスタンドであれば、本体とキーボードを両方テーブルの上に置いて入力できると思うんで、なんとか入力はできるかと思います。続いて、飛行機での上空での姿勢安定時。テーブルをね、出して使うことになるとは思うんですけども、マジックキーボード、完璧ですね。テーブルの上に安定して使えると思います。問題は値段だけ。コンボタッチ。これもね、新幹線の時と同じで、テーブルの上に乗せるとやっぱりちょっと奥行きが足りないので使えないので、おそらく姿勢が安定してテーブルが出せる状態になっても、膝の上からテーブルに乗せることはできないと思いますね。続いて、通常のキーボード。これもね、新幹線と同じく本体をテーブルの上に乗せて、キーボードは膝の上。これで事前にタイピングはできるかと思います。続いて、折りたたみキーボード。本体はテーブルの上に乗せて、でも飛行機の場合はテーブルが狭いんでね、いくらこの折りたたみキーボードとはいえ、両方乗せることはできないんじゃないかなと思います。その場合、膝の上に乗せることになるんで、折れ曲がって打てましん!結局これになるんですよね。膝の上に本を乗せてやれば何とかなるかと思います。で、最後に飛行機の離着陸時のテーブルが使えないパターン。これはね、もう電車のロングシートと車の時と全く一緒ですね。マジックキーボードは値段以外は全てよし。コンボタッチは手狭になるけどもなんとか使える。外付けキーボードを使う場合は、膝の上に置いて立ててる iPad がちょっと不安定で怖い。折りたたみキーボードは折れ曲がって打てません。これは一緒ですね。今回なぜね、離着陸時のパターンと安定時のパターンを分けたかというと、これはね、乗る便によるかと思うんですよね。私の場合、今回は出張、大阪から鹿児島までの1時間のフライトだったんですけども、その場合だいたい最初の20分はシートベルト着用状態でテーブルが使えないので、20分は5番のシチュエーション。そして上空安定時はあるんですけども、それも20分ぐらい。そして最後の15分から20分はまたテーブルが使えないっていう状況なんで、5番と4番の状況が切り替わるんですよね。なので、1時間ぐらいのフライトで使う場合は、膝の上で使うことの方が重要になってくるんですね。例えば、関西空港からタイに行く時なんか4時間から6時間かかるんで、離着陸時は20分だとしても、安定時が3時間、4時間あるんで、それは安定時に使いやすいのを使えばいいと思うんですけども、またね、ヨーロッパとかオーストラリアとか行くときはやっぱりね、10時間、15時間安定時間があるんで、そういったときは、膝の上で使うことはあまり考えずに、テーブルで使うことを重視してもいいかもしれないんですけども、私の場合は圧倒的に1時間ぐらいの飛行機に乗ることが多いんで、東京とか九州とか、そこら辺でしか飛行機は使わないんで、今回はやっぱり膝の上、5番のシチュエーションも重視してということで、この今使ってる折りたたみキーボードは厳しいなと感じています。正直ね、迷っているのは迷ってるんですけども、一番いいのは正直マジックキーボードですね。マジックキーボードが最強なんですけど、マジックキーボードのちょっと好きじゃないところが一つあって、これがね、側面が何も守られてないんですよね。カバーじゃないっていう。あくまでキーボードなんで、落とした時に側面が傷つく可能性があるっていうのがちょっと私怖いところなんで、このコンボタッチはね、もう周りが全部覆われてるんでね、何回落とそうが本体が傷つくことがなかったんですけども、マジックキーボードはマグネットで貼り付いてるだけで、落ちたら落ちたで無防備なんで怖いんですけども、まあ iPad 買った時も言ってました、このピタカのアラミド繊維のケース。これはね、マジックキーボードにも使えるように、このキーボード端子もあるんで、マジックキーボードに使わない時はこれで、マジックキーボード使う時はそのままつけれるというのが最大のメリットですね。まあちょっとここの部分だけペンシルのために露出してるんで守れてないじゃないかというのはありますけども、まあこのねピクセルフォールドもこのピタカのアラミド繊維の使ってるんですけども、これは軽くてちょうどいいんでね iPad Air 用で出ればいいんですけども、今のところプロ用しかないんですよね。なのでちょっと躊躇しているところですね。なのでもうこのピタカのアラミド繊維みたいなやつが iPad Air 用で出たらマジックキーボードを買おうかなとは思ってますけども、ちょっと今考えたことですね。まあちょっとね、私事ではありますが、もうすぐ新居の引き渡しと引っ越しがあるんでドタバタするんで、しばらくはちょっと買わないかもしれないんですけども、まあ多分もうちょっと待っていい iPad Air 用ケースが出たらマジックキーボードを買うことになるかもしれません。というわけでね、今回は iPad Air 13インチ、iPad Air 13インチに限らず、その一般的なね iPad のキーボード選びのちょっと考察でした。とりあえず皆さんの参考になれば幸いです。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思われた方、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。